オープンしたのはトライアンフ金沢で、開店初日の昨日、関係者らが集まりセレモニーを行いました。トライアンフモーターサイクルズは1902年に創業し、ヨーロッパやアメリカを中心に販売を広げ、世界中のライダーから人気があります。店内にはツーリング用のものからレース向けのものまで17台のバイクが展示されていて、ライダー同士の交流ができるようカフェも併設されています。これから復興のことも考えて、能登白衣輪島の方に、ツーリングでお出かけするのもきっと楽しいと思います。営業は午前10時から午後6時までで、試乗もできるということです。